Bプラスをご覧の皆様、こんにちは。佐藤健です。石原さみです。この度、舞台ロミオとジュリエットを、赤坂アクトシアターにて上演させていただきます。もうドキドキしております。完全にやっぱり全然僕が今までやってきたことと違う世界だと思っているので、もうなんだろうな。初仕事って感じです。ロンドンの方でその演出家のジョナサンが、ワークショップを開いてくださって、そこに参加させてもらって、5日間だったんですけど、でもそれはすごくいい経験で、ちょっとだけ不安が和らぎました。テレビで活躍されている佐藤さんを見てると、お会いする前はなんか少年のような、はい、なんていうんでしょう、なんか可愛らしい印象がちょっとあったんですね。ですがお会いしたらとても男らしくて目力のある方だなと思いました。はい、もうすっごい可愛い人だと思ってます。すいません、本当に、いや本当に本当にジュエットが石原さんで、まだ稽古入ってもないですけど、もう間違いなく確信しております。だから稽古というか本番が、一緒にお芝居するのがすごく楽しみです。いや、まずロミオとジュリエットはやっぱり本当に皆さんに親しまれている作品なので、多分イメージしやすいと思うんですけども、そのイメージを超える作品になると本当に思っております。ロンドンで活躍されているジョナサンが演出家として日本の舞台を演出するということと、あと美術も海外の方から見た日本の美しさみたいなものを取り入れたセットだったりとか、本当に純粋で熱くて、で何よりも本当にこのシェイクスピアのロミジュリっていうものを本当に美しく描く演出する作品になるんだろうなと思っております。なので今までとまた違った新しいだけど古典的な親しまれやすい作品になるのかなと思っております。こうロミオとジュリエットっていうとても王道な作品を、この王道にやりたいんです。だからいろんなところでいろんなアレンジされたロミオとジュリエットが上演たくさんされてると思うんですけど、決定版ロミオとジュリエットになったらいいなと思っております。すごくロミオとジュリエットという作品でロミオという役を演じさせてもらえることがすごく光栄だと思っていて、きっとなかなかできない経験だと思うし、まあ多分これが最初で最後の経験かなと思うので、本当に今のこの2012年今のこの現代の決定版ロミオとジュリエットを作ってみたいなと思っておりますので、初めてということで力不足かもしれませんけど、全力で挑みますので、ぜひ皆さんよろしければ、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。好きな人がいる人とか片思い中の方とか、なんか刺激がないなって思っているカップルとかマンネリ気味だったりあと周りに反対される恋をしている人とか、なんかとにかく切なくてドキドキしたい方におすすめの作品だと思います。二人で愛し合ってる姿を見て切なくドキドキしてもらえたらなと思います。ご期待ください。劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。